今日はファンデーションを変えたのでお肌が綺麗です。変えたっていうか一瞬だけ使ってたやつをもう一回使ったらめっちゃやっぱり良かったっていう感じでね。この服すごい首詰まる。こんばんは。失礼。こんばんは。さて今日は落語の最終稽古でした。イエーイ。ついに本番が目前でござるよ。こんばんは。落語の稽古さ動かないからさ、なんか普通舞台の稽古とかさレッスンとかってさ動きやすい服で行くんだけどさ、落語動かないからもうめちゃくちゃ私服で行ってるわ完全に。なんでもいいんだよね服。正座さえできればね。こんばんは。いやー長野行くけど何にもまだ何にもまだパッキングしてないんだよね。やらなくちゃ。やらなちょっと首締まるから一個開けるわ。やらなくちゃいけないんだけど、まあ、何にもやってねえんだな。おかしいですね。なんかそう帰りにさカバンに入れてたらすごい泡立っちゃった。お茶ってめっちゃ泡立つくない？なんかさ水ってあんまり泡立つイメージないけどお茶ってめっちゃ泡立たない？これなんでですか？なんでじゃあなんだろう。そういえば水って泡立たないよね歩き回っても。なんでなんだろうねなんでなんだろうって言ってるけど割とまあどうでもいいかって思ってる自分もいる。まあなんかそういうもんなんだろうみたいな。長野なら手ぶらでもいいんじゃない？いやそういうわけにはいかないんですよ。なんでかっていうとね、落語のその時一回ホテルに泊まるの。長野のホテルに一泊その集合の関係でね、みんなで一緒に劇場入りみたいなノリだから、だから手ぶらで行ったらホテルって何にもできなくて困っちゃうからちゃんとキャリーに詰め詰めしなきゃいけないんですね。そうまあ実家に帰るとしてもさえは荷物いっぱい必要なんだけどね。あんま実家に物を置いてないからさそうなの。実はね実はあんまり物を置いてないのでちゃんとこっちから持ってかないとね、なんか 何もできなくて終わるんだ。結構日常生活に必要なもの全部こっちの家に持ってきちゃってるからさ、服とかほぼ残してないもん実家に。全部こっちにある。だからさ着るもんもなくなっちゃうし。そうちょっとメイクポーチ整理しながらしゃべろ。ほう失礼あくびが出ました。サリンが長野で宿泊はレアだね。でもなんか長野で舞台の時は絶対ホテル取ってくださる。そう家族の話の時もね長野だ公園だったけどホテルでしたね。どうしよっかな。これ一応持ってくか。これは今回お留守番です。こんばんは。
まとめ髪、あそうめっちゃ今日落語の時髪の毛邪魔だからさ、まあ袴だし本番もきっとまとめることの方が多いかなと思って最近まとめてます。そう、これもお留守番にします。厳選していこう、荷物減らしたいから。君も待機だね。サリンアクスタ届いた、あもう完全にサリン推しじゃないですか、ありがとうございます。お茶にできた泡はもともと茶葉に含まれているサポニンという成分が原因、あやっぱりそうなんだ、その成分的なね、すごい調べてくれてたんだ、ありがとう。ありがとう、ありがとう、磨いてくれて、ありがとう違いでした。うわなんかカラオケ行きたいかも、歌う曲あんまないんだけど、最近なんかカラオケで歌える曲を増やしたくて増やしたくてっていうのも意味わかんないんだけど、増やしたくてなんかいっぱい歌聞いて練習してんだよ実は。これでどう？下地、ファンデーション、眉毛描くやつ、顎削るやつ、チーク、アイシャドウ、パウダー、マスカラ、ビューラー、ライン引くやつ、あ、必要なもの全部入ったんじゃない？こんばんは。カラオケってさ、その場にいるみんながまあ多分知ってるであろうっていう曲をさ選曲してさ歌うのめっちゃ難しくない？なんかさ何にも知らない誰も知らない曲とか歌うとさ、なんかちょっと場がさ冷めてさ、なんかこう居心地悪くなるじゃん、あごめんみんなが知らない曲歌ってって気持ちになるじゃん。カラオケの選曲ってめっちゃむずいよね。メイクポーチできた。なんか最近このメイクポーチちょっと、いやこれに入るだけを選抜しよう。そうちょっとちっちゃく感じるから大きいの買おうかなって今言おうとしたけど、これ以上荷物が大きくなったら普通に不便なのでここに収まるものしか入れません、もう決めた。こんばんは。じゃカラオケマジで8入ってから本当に全然行かなくなっちゃった。 AKB 入る前はよく一人でカラオケとか行ってたんだけど、なんか歌いたい欲がさ公演とかでさ完全に解消されてるからさ、カラオケに行く必要がない。といった気持ち。そう。みんなの前で歌う方が楽しいしね。私の重力シンパシー公演で歌って、うわここめっちゃ歌ってて好き楽しい気持ちが良いっていうところをみんなにご紹介したいと思います。まあ、ポジションによって違うんですけど、自分のポジションだった場合そのままでのサビのそのままで変わらないでいるんだねねねねねそのままで変わらないで、みんなに合わせてたら君じゃなくなるからが歌ってて気持ちが良いです。ここ好きですね私。自分のポジションで歌ってて好きなとこ。
あと思い出すたびに辛くなるの、悪いのは私なのに、違う、そこじゃない、あなたに足りなかったのは突き放すみたいにの、突き放すのここのワンフレーズ好きです。ここ好き、エチさんギフトありがとう、ここ好きです。なんかここは歌ってて、なんかあなたに足りなかったのは、2人で歌ってて、突き放すから私ソロになるのね。であなたに足りなかったのはは割となんかこうすごいにもニュアンスの話はするんだけど、こういう感じで歌うの、こういう感じの丸いイメージで歌うんだけど、突き放すのつをめっちゃ冷たく出したくて、あなたに足りなかったのは突き放すみたいに、ちょっとステージの方が上手にできるな。なんか歌い方をね、そこのフレーズだけね一曲の中で変えてるんですけど、まあみんなには伝わらない私の気持ちの問題なんだけど、そうっていうね楽しいポイントがあったりします。あとはね、全体曲だとね、全体曲だとどこだろうな、うん、今全体曲を振り返っています。うん、基本私高い音出すのがすごい好きなの、パーンって出すのが、だからなんか割とソロ、全体曲でソロがある曲は低いとこが多いんだよね。ハートのベクトルの2番の3両目の2番目のドアはモールス信号のような反射とかも割と低めじゃん。デッサンも市民、デッサンめっちゃ低いのよ。市民会館の外の階段でぼんやり君を待っていた、バレエ教室、バレエ教室のバレエめっちゃ歌うのめっちゃむずいんだよ、みんな知ってた？私この前サホさんのポジ久しぶりにやって、ああ思い出したと思ったんだけど、バレエのバレエめっちゃ出しにくいんだよね、マイクに乗らないの、低いから。そう、バレエ教室はこうやって普通に何もないところで歌ってる分には聞こえるんだけど、マイクに乗らなくて低いところが難しいんです。でね、ミーヨンさんのポジで私歌ってて、はいここ好きってところは金木犀の落ちサビの金木犀香る頃この道をそう歩くのが好きだとのこのソロのとこ、あそこすごい好きだし、あとね涙に沈む太陽の2番のサビ前の一瞬、あ音が分からん、涙に沈む太陽を思い出そう、他人事ね、記憶だけかなじゃんのとこ、あそこマジでいつもパーンって出て、はぁ、とても好きこのフレーズ、気持ちが良いと思って歌ってるんで、オンデマでぜひ見てください。あそこめっちゃ歌いやすくて好きです。センターで歌うし、サイリンでも難しいんだ。私ね低い音あんま出ないんですよ。そう、低い音苦手です。低い音出る人だからもう無条件に尊敬してる、歌声において低い音が出る人。
あとミーヨンちゃんのポジはね、 AKB フェスティバルの D メロの最後のストレスの挟んだ好き。ここはあれ、ここミーヨンさんのポジですか。ですっけ。どのポジションか分かんなくなった。いや、そうなはず。そう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 、だって私のポジも違うし、サホさんのポジも違うもんね。挟んだも好きですね。そう、サホさんのポジでね歌ってて気持ちいいとこどこだろうな。探すわ。さあこのテーブルで、さあトランプ配ってページワンしましょう。ここ好き。意外とさ普通にステップ踏みながら歌ってるからめっちゃ歌いづらいんだけど、あそこ好きですね。サホさんのポジション、サホさん、セイナさんポジはそう、ページワンしましょう。トゥン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 トゥ。でもその後のミヨンさんのアンティークお気に入りの、まあ、ここも好きだからセットで好きですね。そうセットで好き。そうだな、でも歌うの気持ちがいいところ結構ありますね、なんか公演の中で。そうそうそう。てか最近自分のポジション出てなさすぎて自分のポジション忘れた。え、でもマジで重力シンパシー恋の中で自分がもうどのポジションも全部ひっくるめて一番歌ってて好きなところは、マジ圧倒的に涙に沈む太陽の記憶だけが花ちゃんとこ、ここが一番いいです。でもこの前ミヨンさんのポジやった時ちょっとあんまうまくいかなかったんですよね。そう、でもまあでもでぜひ確認してみてください。あ、ここがサイリンが好きなところねって、涙に沈む太陽の2番のサビの直前です。2番の B メロ、記憶だけが花のとこね。重力以外だったらどこだろう、なんだろう、木体だったら、どこだろうね。でも僕隊ってあんまソロないんだよな、全体曲にあんまりないんだよ確か。そう、あんまないんだよな。雫はやっぱマリアと君は僕の風の歌い出し、そこどっちも好き。どっちのポジションで出てもユニットで歌い出しがあるんですよ、ソロの。あれはね、幸いね、いいポジションをやらせてもらっていると感じているんですけど、まあ、どっちかといったら君は僕の風の方が自分のポジションではあるので好きっちゃ好きですけど、まあ、どっちも好きですね。どこにいてもわかるな、その存在を感じてる、いいですよね。でもマリアの歌い出しさ、そのタイミング取るのが苦手で、あれめっちゃむずいんですよ、タイミング取るのが。さえはたまにずれてる時あるんでちょっと恥ずかしいんですけど、そうだからそのリハでよく一人で何回かやるの、歌い出しだけお願いしますって言って、で全部のリハが終わった後に一人だけステージ残らしてもらって、すみません流してもらっていいですかって言ってやるんだけど、その時にね、
エイトのマネージャーさんが毎回うまいねって言ってくれめっちゃおもろいのがなんかうまいのを見せたいから何回も練習してるんじゃないのって絶対いじってくるんだけど、いや違うんですよって言って、じゃあ本当にタイミング取れなくて事故る時あるんですよみたいな、そう、そういうやり取りもあの定番の流れです。そう、みんなにうまいの聞かせたいだけじゃないのっていじられて、違うんですよまでがワンセットですね。そう、そこまでがワンセット。君は僕の風劇場で見てみたい人生だった。どうだろうね、今後今エイトで卒業発表してるメンバーで、まあ、もし雫でやるメンバーがいたら復活すると思うから、その時に私がどっちのポジションで出るかってことですよね。だからそう、まあでも生で見るのは難しいか、卒業公演だし。うん、通常公演のね時だったらね無限に見れたんだけどね。こんばんは。でマリアの難しいポイントが歌詞がややこしいんですよ。マリアのセンター本当にね負担がでかすぎて、私本当にマリアのセンターやるときはすごい緊張するんだけど、そのだいたい曲って3人ユニットだったら、そのなんだろう、1番のここのフレーズを歌ったら2番のこのフレーズは別の人が歌うみたいな組み方をだいたいされてるんですよ。だから同じメロディーをあんまり同じ人が何回も歌わないみたいな、 A メロをセンターの人が歌ったら2番の A メロは別の人が歌うみたいなとかがあるんですけど、マリアの場合あのサビ前のフレーズが絶対センターの人から歌うから、センターの人が歌詞を飛ばしたらもう終わりなの。でもさやはそのもう本当に必死、いつもめっちゃね似てる歌詞が3回出てくるの、1番2番ラスサビでがいつも必死です。人は誰でも愚かな過去を償える、明日があるよと、あもう2個目出てこない、人は誰でも違う、人は誰にも生きる力と歩く道を与えられてと、人は誰でも信じることで日が昇る今日という日、これ 1,2,3 の順なんですけど、いつもねあどれってなるそう、あー今はどれみたいな、そうなの、めちゃくちゃ頭フル回転でやってます、あの曲は。ちなみにそう、彼女やったことないね。歌詞が分かんないけど、絶対合わない、ティアン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 、セリンの歌好きありがとうございます、嬉しい。こんばんは。でもマリアはいつもあのなんかズンちゃんが来てくれる時だから、ハマちゃんの卒業公演とユーナちゃんの卒業公演ズンちゃんが来てて、そのリハとか本番とかを裏で見ててくれたりすると毎回ズンちゃんがマリア聞
マリアが終わった後私のとこにトコトコって来て、アーティストが歌ってるんかと思ったって絶対一言言って帰ってくんですよね。ほんまにサリー歌うますぎてアーティストかと思ったトコトコトコって言い逃げしていくんですけど嬉しいです。ずんちゃんめっちゃ褒めてくれる。そう、優しいです。優しさ感じます。可愛いでしょずんちゃん、わざわざ言いに来てくれんのよ。そうこの前に至ってはさ、なんかリハの時にずんちゃんが普通に客席に座ってなんかしてて、カバンの整理か携帯触るかなんか作業してて、で私がマリアのソロパート歌った瞬間にパッてこっち見たもんで、あ、またかみたいな顔しててめっちゃおもろかった。それ一番おもろかったの、サイリンの中で。あ、なんだサイリンかみたいな顔しててめっちゃおもろかった。そう、めっちゃ褒めてくれるんです、私の歌声を。ずんちゃんはめちゃくちゃ面白いです。ユーモアあふれるおなごです。ずんちゃん、ずんちゃん人褒めるのね、マジプロ。その適当な褒めじゃなくて、ちゃんと相手のいいところを見つけて褒めてくれるから、だからこっちもニコニコで受け取れちゃう。本当嬉しい、そうかなみたいなそう、素敵なね能力持ってる。うわ、劇場にさ今立つ予定が一個もないからさ、そうなってくると劇場立ちたくて仕方がないな。どうしようかな、劇場に立ちたくて仕方がないな。いつもさ、って基本的に常にさ、まあ、次の公演はいついつだねみたいなさ、まあ、みんなには発表してなくても自分の中にはさ予定に入ってたりするからさ、じゃあその日に頑張ろうと思うけど、予定がないとなるとちょっと話変わってくるよね。いつですか次の劇場はって感じ。さやの公演はいつ、僕隊はさやはいつ出れるの。もうずいぶん出てないわ、もう1ヶ月経っちゃう。もう自分のポジション忘れちゃった、シンポジやっちゃったから。てな感じで、あの最近生きてます。そう、今度のシンパシー公演は未定なんですよ。6月じゃないからさ、え、未定ですよね。サヤが知らないうちに発表とかされてないよね。サヤのとこには連絡が来てないから、まだ未定のはずね。7月の、まあそのあるとは思うけど、7月に3、4公演ぐらいは。果たしてそれはいつなのかっつう話を。待って、このファンデーションめっちゃ色黒くない？今気づいちゃった。そう、コンサートのリハが始まったらさ、公演スケジュールがどうなるかっていうさ、そこも問題なのよ。もう休演にしないでほしいよね、できれば。これサイの塗り方が悪いだけなのかな、このファンデーション。どうやって塗ったら綺麗に塗れるんだろう、ちょっと実験しよう。つかないんだよな、肌に。何これ、何これ、めっちゃむずい。このファンデーションの正解ずっと分かんないわ。なんかスポンジにしかつかなくてさ、そのスポンジを一回経由するとさ、肌にさ全然つかないんですよ。どうしたらいいんですか。
こんばんは。こんばんは。うわー、パッキングやだな。それはパッキングと帰ってきてからのキャリーバッグの片付けが世界一嫌いなんですけど、私その今月の頭に長野行ったじゃないですか、バラ祭りで。その時キャリーでその長野帰ったんですけど、いまだにさ玄関にキャリー広げっぱなしなんですよね。毎日キャリーをまたいで家から出勤してました。片付けるの嫌すぎて。そう、なんかとりあえずこう広げたやつをパタンってしてそのままずっと玄関に置きっぱなしだったんだから、いつもこれをまたいでこうやって、だからもう今こうやってやったらすぐパッキング始められるから。そう、でも正直そうなってた原因は、まあ今月また使うしなって。なんかこの前大阪行ったんですけど、その時もキャリーで行こうと思ってたの。でもその時は荷物が意外と少なかったから結局キャリーで行かなかったのね。だからなんか今月使う予定いっぱいあるから、まあとりあえずまたげば家から出れるしと思って広げてたの。だから今回行って帰ってきたら一旦その押し入れの中に片付けます。なぜかって当分使う予定がないからです。予定があるとね片付ける気失せる、もうどうせ出すしなみたいな。そうそうなんです。なんかそういう時ない、あどうせ使うしみたいな。私のおもろくはないんだけど、おもろ話ってさ、あの僕の太陽公園の私のポジションもう鬼早替えがあるんですよ。皆さんご存知かとは思うんですけど、ひまわりから竹内先輩に出るまでのその着替えがもうめっちゃ急ぎなの。竹内先輩の一番の間に着替え終わんなきゃいけないから本当に超急ぎなのね。かつさやはその楽屋と反対側から出る人だから、もう本当に全部よし切れたと思った瞬間にもうカーテンが開いて出るみたいな感じなので、ね、でも頑張って着るじゃないですか。竹内先輩終わったらすぐ上脱ぐんですよ。それが悲しい。 あんなに頑張ってきたのに1.5 曲ぐらいしか着ないでもう脱ぐんか、シュンってなる。儚すぎるこの衣装って、制服っぽい衣装ね。あれね、切ない、あれ一番切ない。さこんなに息を切らしてきたのにもう脱がなきゃいけないの、やだってもう一曲ぐらい着てたいのにっていつも思います。そう、実はそんなことを考えてます。でも本当にめっちゃ急ぎなの。もうね、ひまわりに出る前にその中盤の靴をすぐ履けるようにブーツだから、もうあの上のこの部分をウィンって広げて、もう足だけ入れて、マジあのなんだっけ、チャックをウィンって上げたら履けるように、もうウィンってひっくり返して置いといて、もう足入れるだけみたいな状態にしといて、衣装も全部ハンガーから出してこうやって置いてあって、もう履けた瞬間にひまわりの衣装を、ひまわりの衣装でもつなぎだからめっちゃ脱ぎにくいの、だからもう頑張ってって脱いで、まずその最初の下に着るその赤いスカートのやつ、赤いスカートのワンピースをまず着て、後ろのチャックを衣装さんにあげてもらって、したら靴履くんですよ。でもうその頃にはサビが始まるの。下の衣装を着て靴履いたぐらいでサビが始まるんです。1サビが、あーやばいと思って、そしたら一旦ティッシュで汗をパパパって拭いて、羽織る衣装とマイクをこうやって取って、裏歩きながらこうやって着てますそう、で
劇場来たことある方は分かると思うんですけど、劇場の後ろって、あ、後ろっていうかそのステージの後ろってパネルがこう回転するようになってて、片方は黒い壁で片方は鏡になってるじゃないですか。でその曲の時はその裏側が鏡だから歩きながら来て、最後に鏡で、うん、大丈夫ってチェックして、鏡のところまで、鏡じゃない、で出位置まで行って、本当に卒業してもみたいな時、まだこうやってちょっと整えてる、忘れられないチャ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 って出てるから、うん、そう、忘れられない、ちょっとこの辺まだ確認してて、チャ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 、マジこの切り替えすごいよ、私のマネージャーさんいつも笑ってるもん、そう、いつもマネージャーさん笑ってる、さやがドタバタしすぎてて、そんなね裏話もありますね。割とね急ぎ着替え多いです。重力シンパシーもまあその竹内先輩ほどじゃないんですけど、重力シンパシーも一曲着替えっていうのがありまして、あのね、あの自己紹介した後に水曜日のアリスの間にそのままでに着替えなきゃいけないんだけど、それもまあまあ忙しいの。そう、だからそのままでは着るものがめっちゃ多いんですよ。そう、スカート履いてトップス着て、で足にあのジーンズのやつ、足なんていうのあれ、レッグアーマーみたいな、レッグウォーマーみたいなやつつけてみたいなね。で、あのオープニングのブレスレット取ってみたいな、で靴履いてみたいな、割とねそのつけるものが多いからまあまあ時間なくて、でも一番大変なのはその後の、あのそのままで終わったら楽屋と反対側に履けるじゃないですか。履けたらもう裏爆走してもう戻った瞬間に全部バーって脱いで、思い出すたびに辛くなるの衣装着て、ネックレスつけて、イヤリングして、靴下脱いで、ヒール履いて、でその後歌ユニットだから喉を潤して、でまた反対側から出るの楽屋と、なんかまたってあっち側だって、そう、あれもね結構ギリなのさ、思い出すたびに辛くなるはマジで結構ギリ、そう、そうなんですよね。息整えないとさいけないんだけど、大体整わないんで、最初にサホさん、セイナさん、ポジの人が A メロを最初歌ってる時にあの整えてる時とか全然ある。泣いてないけどって自分の歌い出しまでに整えばいいからっていうのもありますね。そう、まあそんな感じでぼちぼち終わりにしますか。すいません、ありがとうございました。毎日、今日もね毎日毎日ありがとう。ちなみに白状するんですけど、昨日寿司食べたんですよ。そう、ちょっといい1貫150円ぐらいのお寿司食べたんですよ。でさ、どうしても今日もお寿司食べたくてお寿司屋さん行って、今日はお財布を持ってたんでスシローに行ったんですよ。スシローも別に、あ、でもスシローは2貫で130円とかか、でも値上がりしててびっくりした。あ、都会のスシローって1貫130円するんだ、高いと思って。そう、でも安かったからいっぱい食べれた。昨日と今日のお寿司の会計一緒でした。今日の方が食べてますねでも最近さやが大人になったなと思うことは、
回転寿司に行って、さえは今まで絶対にデザートを食べてたんですけど、なんかデザートいらない気持ちになった。私大人になりました。寿司屋でデザート食べなくなった。はい、ランキング見ます。寿司屋っていうかさ、ご飯屋さんでデザート食べなくなったんだよね。焼肉とかでも。いきます。13位さんちゃんさん、ありがとうございます。12位おかずさん、ありがとうございます。11位マグロさん、ありがとうございます。10位とてんまけんけんさん、ありがとうございます。9位わさっぴさん、ありがとうございます。8位ばいっこぞうさん、ありがとうございます。7位ともつさん、ありがとうございます。6位たかひろまっくちゃんさん、ありがとうございます。5位やすさん、ありがとうございます。4位マンダリンさん、ありがとうございます。3位スノーさん、ありがとうございます。2位タッキーさん、ありがとうございます。1位はゆうちさん、ありがとうございます。ありがとうございました。また明日お会いしましょう。バイバーイ。